熊本県道339号北外林山、大津線は、熊本県阿蘇市から、菊池郡大津町に至る、一般県道である。通称、ミルクロード。阿蘇の北西にある外林山の尾根を巡る路線。起点は、大分県道、熊本県道12号天ヶ瀬阿蘇線、熊本県道45号阿蘇公園菊池線に、接続し、終点は、道の駅大津の近くにある、 ミルクロード入り口交差点で国道57号に接続する。陶器は積雪及び路面凍結が起こりやすく、タイヤチェーンなどの滑り止めが必要となるほか、通行止めになる場合がある。道路は小さなアップダウンを繰り返し、緩やかな高速コーナーが連続する。沿線に観光施設は少ないが、緩やかな起伏の牧草地がどこまでも続く日本離れした風景が広がる。 カブトイワ展望所付近阿蘇外林山の稜線上は、遮るものがない見晴らしの良い草原地帯が広がり、ゆったりとしたカーブとアップダウンが繰り返す、ワインディングである。沿線には、二重峠、カブトイワ、北山展望所、麓の集落と牧場を結ぶ生活道路である、通称、ラピュタの道といった絶景の人気観光名所も、点在する。 外林山の途中にあるカブトイは展望所から、ふもと阿蘇谷の水田地帯と、内巻温泉を見下ろし、阿蘇山から九十連山が展望でき、秋にはカルデラの雲海も見ることができる。ありがとうございます。